皆さんこんにちは。今回のトピックは Unity 内で使われている癖の強い英語についてのトリビアです。皆さん Unity を使い始めた時に必ず思うことが一つあると思うんですよね。なんでモノビヘイビアのビヘイビアは BEHAVIOUR とイギリス風の綴りを使っているのか。他はみんなアメリカ風の綴りなのにビヘイビアだけはブリティッシュスペリングなんですよね。これはまあ Unity がもともと英語ネイティブではない人たちによって開発されたからなんとなくそうなってしまったというのが説明になると思います。Unity を長く使っている方ならご存知だと思いますが、 Unity はデンマーク発祥の会社です。そのデンマークに他のヨーロッパ諸国からも技術者が集まって Unity を開発していました。共通言語として英語は使われていたんですが、みんなネイティブではなくてあくまでもセカンドランゲッジなんですよね。ブリティッシュスペリングといえばカラークラスに2種類のグレーが存在するのも有名かもしれません。マニュアルを見てみるとこんな感じで GRAY と GREY の2種類のグレーが用意されているのがわかります。しかも丁寧にこれはイングリッシュスペリングですって書いてあるんですよね。もちろん機能的にはこの2つは全く同じです。あとこれは余談になるんですが、このページを見ていると恐ろしいことが書かれているのに気づきますかね。このイエローのところです。なんと定数イエローは110ではなくて 10.920.016 を返すと書かれています。いい感じの色なんだぜみたいなことが書かれていますね。まあ一貫性を考えるならここは110を返すべきですよね。そういう挙動を前提として今まで使ってきた方もいるんじゃないかと思います。これはまあ Unity がまだ小さくて素朴なゲームエンジンであった頃の名残だと言えると思います。今更これを仕様変更しても不具合を招くだけなので、そのまま維持されているという感じです。こういう古き良き時代の名残みたいなのは Unity のいろんなところに見つけることができます。マス F パイのマニュアルとかね、かの悪名高き 3.14 の値みたいなことが書かれてるんですが、まあなんだよそれって感じですよね。でもこういうちょっとしたユーモアをマニュアルに潜ませるというのは、小さなコミュニティで開発しているプロジェクトではよくあるノリなんじゃないかと思います。ただまあこれも今はよく知られた 3.14 の値というふうに修正されています。だいぶおとなしい表記に直されちゃいました。あと Unity における英語の間違いとしてよく挙げられるのはフィジックマテリアルクラスですかね。まあこれあんま英語に詳しくない僕なんかからすると、まあフィジックスが物理学だからフィジックで形容詞的に使えるのかなとか思っちゃうんですけど、どうもそうではないらしいです。これは本当はフィジックスマテリアルと名付けるのが正解らしくて、実際に 2D フィジックスの方ではフィジックスマテリアル 2D という名前が使われています。 Unity 5.0 の頃の古いマニュアルを見てみると、そのあたりの言い訳がこっそり書かれていたりします。まあこれも恥ずかしいんでもう削除されちゃってますけどね。不思議な英語という文脈ではメッシュフィルターコンポーネントもよくやり玉に挙げられます。メッシュフィルターはメッシュレンダラーでレンダリングするメッシュを指定するためのコンポーネントですが、なんでフィルターなのかよくわかりませんよね。特にデータのフィルタリングを行っているわけではないですし、データを指定する用途とフィルターという単語がいまいち結びつきません。これについては以前レディットでスレッドが立てられたことがあって、 Unity 社員のリチャード・ファインさんが回答しています。まあ今となってはそこにあんま意味はないよって感じの回答ですね。このメッシュフィルターの件については社内でも話題になったことがあるんですが、まあ当時なんとなくこれら2つのコンポーネントを分けておいた方がいいかなと考えたようです。今となっては特に意味がないのでこれらを統合しようという試みもあったみたいですが、互換性の問題などから実施されずに今に至ります。これもまた Unity の古い姿を現在に垣間見ることのできる要素になっているかなと思います。今回はこんな感じで Unity のトリビアについてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回はね、もう本当に余談というか役に立つ情報ゼロなのでどういう感想を持たれるのか心配ですけど、でもやっぱりこんだけ長く開発しているシステムだといろんなところによくわからない謎が発生するんですよね。今回はその中でも特に実害のないものを集めたって感じです。じゃあ実害のあるものが存在するのかって話なんですけど、まあそれは今後一つ一つじっくり取り上げていきたいと思います。あとは皆さんの方でもなんでユニティのここがこうなっているのかわからない、不思議だみたいな疑問がありましたらぜひコメントでください。もしわかるものがあれば今後取り上げてみようと思います。今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。